立憲民主党の本田平直です。私からも北朝鮮問題を中心に質問をさせていただきたいと思います。一昨日の弾道ミサイルの発射、これに関しましては私からも強く北朝鮮に対し抗議をしたいと思いますし、立憲民主党としても一昨日即日に抗議声明を出したところであります。政府におかれましてもこうした対応が繰り返されないように万全の対策を取っていただきたい、こう考えています。私からはこの今北朝鮮情勢に関していろいろな危険性があると思います。もちろん北朝鮮の側からの暴発、そしてまたこういう緊張状態ですから偶発的な事態というのも大変危険性があると思っています。しかしそれと残念ながら同様にアメリカからの先制攻撃ということも今想定をせざるを得ない状況になっている。これは宮川委員からの質問にもあるとおり、このことがある意味、アメリカとしての立場は、理解はできるんですが、近隣の日本として、これに付き合うわけにはいかないと私は思っていますので、ここについてしっかりとお答えをいただきたいと思っています。先ほどちょっとまだ明確にならなかったんですが、安倍総理は全ての選択肢がテーブルの上にあるとのトランプ大統領の立場を一貫して支持と言っています。全ての選択肢にアメリカからの先制的な軍事攻撃、これが含まれているのかどうか、もう一度外務大臣お願いします。河野外務大臣。全ての選択肢というのは全ての選択肢ということだろうと思います。それは委員長本田平直君。それはそこには含まれている、それを、支持しているという理解でよろしいんでしょうか。河野外務大臣。繰り返すようで恐縮でございますが、すべての選択肢というのはすべての選択肢だろうと思います。いや違うんです、挙手してください。すべての選択肢ということはすべての選択肢は分かりました。それを支持していると安倍総理もしていますが、それを支持しているということでよろしいんでしょうか。河野外務大臣。すべての選択肢がテーブルの上にあるというトランプ大統領の立場を一貫して支持してきている。本田平直君。我が国は国際法上、予防攻撃、先制攻撃は違法という認識でよろしいんでしょうか。河野外務大臣。一概には言えないんだろうと思います。具体的にそれぞれの事象に適して国際法に違反しているものは違反しているし、適しているものは適しているということになると思います。はい、本田平直君。これまでの政府の答弁を大きく変えられる、今ご答弁されてますよ。例えば、前大臣岸田大臣の答弁、これは、5月27日ですけれども岸田前大臣は国際法上は予防攻撃も先制攻撃も認められておりません。これは国際法に違反するものであります。我が国は国際法に違反する武力行使を集団的自衛権において支援する、こういったことは全くありません。講談はいいです。前半の岸田外務大臣の、前外務大臣の答弁を変えられるんですか。河野外務大臣。我が国は国際法上違法なものは支持しないという立場はその通りであります。個別具体的に、それが一方では先制攻撃に当たると主張する場合もあるでしょうし、そう主張はしているけども実際はそうでない場合もあるでしょうから、これは個別具体的に判断をしなければいけないものなんだろうと思います。片方が明らかに先制攻撃でない場合であっても、他方が先制攻撃であったという主張をする場合もありますから、こういうものは個別具体的に判断をしなければいけないものであって、その上で我が国は国際法上違法なものは支持しないという立場には変わりございません。本田平直君。いや私ね、そんな外務大臣の答弁とても認めるわけにはまいりません。先制攻撃をした国というのは、今回の場合はですよ、一般例で言えば北朝鮮の側から挑発している、河野大臣の主張はその通りだと思います。しかし過去の戦争の例を見れば、そちらが先にやってきたんだろうという因縁をつけて先制攻撃をした例というのは過去たくさんあるわけです。ですから国際法上外形的に、これ岸田外務大臣の答弁そのまま読んでいただかないと困りますよ。国際法上は予防攻撃も先制攻撃も認められておりません。
それは個別に判断するなんて岸田外務大臣は言ってないんですよ。この答弁変えるってことでよろしいんですか、本当に。河野外務大臣。具体的な事象のどれが先制攻撃に当たり予防攻撃に当たるのかというのはきちんと判断をされるべきものであって、一方がそうでないものを先制攻撃だったと主張する場合もあるだろうと思いますので、そこはいろんな立場があるんだろうと思います。我が国はそうしたことを踏まえて国際法上違法なことは支持しないという立場に変わりはございません。本田平直君。大臣のそういう理屈に立ちますとね、日本の専守防衛自体が成り立たなくなるんですよ。つまり日本がこれ非常に存立が脅かされると、こういったときに日本の理屈でこれはもう日本にとって大変危機的な状況だから先に武力攻撃を仕掛けていいという理屈になりませんか。そんなこと認めたら、そんなこと憲法上も国際法上もありえないじゃないですか。河野外務大臣。おっしゃることの意味がよくわかりませんが、我が国は国際法上違法なことは支持しないという立場に変わりはございません。本田平直君。国際法上の違法というのはどこが判断をするんですか。河野外務大臣。我が国の場合は我が国が判断します。本田平直君。我が国は国際法上の解釈権を有しているんですか。河野外務大臣。我が国が行動を取るときには我が国政府が判断をして、行動せざるを得ないわけですから、どこかに伺いを立てるわけにはこういう場合いきませんから、国際法上違法かどうかというのは我が国が厳正に判断をして行動せざるを得ないと思います。本田平野君。アメリカ、北朝鮮がまず一方的に非があるというのは私も同意をしています。で、北朝鮮がしかしこの一方的に非がある状況の中で、日本が、アメリカが、北朝鮮に先制攻撃をしたと、これ北朝鮮からの攻撃がないままですね、これ一般的に言えば先制攻撃の外形的に分かるわけですよ。これを国際法上違法だと判断しないことがあり得るんですか。どういうケースなんですか、それは。河野外務大臣。仮定のお話ですので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。本田平野君。いやいや、河野大臣が岸田外務大臣の答弁を変えられたからこんなこと聞いてるんですよ。先制攻撃じゃダメだって言ってくださいよ、しっかり。先制攻撃はダメなんですよね。我が国が、じゃあいいですよ、こういう聞き方をしましょう。我が国がこれはアメリカの先制攻撃だと判断をしたら、これは国際法上違法ですよね、当然。河野外務大臣。国際法上違法なことは支持しないという我が国の立場には変わりがありません。本田平野君。いや、質問に答えてないです。我が国が先制攻撃と判断をしたら、アメリカの先制攻撃は違法ということでいいですね。河野外務大臣。繰り返しますが、国際法上違法なものは我が国は支持しないという立場に変わりはございません。本田平直君。いや、それは当たり前のことを言われても困るんですよ。アメリカ先制攻撃かどうかを判断するのは日本だとおっしゃいましたね。それはよろしいんですね。河野外務大臣。繰り返して恐縮ですが、私がここで申し上げているのは、国際法上違法なことは我が国は支持しないということでございまして、それ以上でもそれ以下でもございません。質問に答えてない、ね、本田平直君。先ほど大臣がそう言われたので聞いてるんで、もう一度お答えください。先制攻撃かどうか、アメリカでもどこでもいいですよ、 A 国が、B 国を攻撃した場合、これが先制攻撃かどうかを判断するのは、日本がするということでよろしいんですか。河野外務大臣。我が国はこの北朝鮮危機の中にあって、我が国の国益を守るために行動するわけでございまして、その中で私どもはこのアメリカがすべての選択肢がテーブルの上にあるという立場を取っていることを一貫して支持しております。それ以上でもそれ以下でもございません。本田平野君。委員長、答えてないんですね。ご質問ください。質問に答えてください。
先制攻撃かどうかを判断するのは日本だとおっしゃったので、それでいいんですねということも一回確認してるんです。全然違うこと答えないでください。大臣。委員長。河野外務大臣。今日のこの委員会は北朝鮮問題についての審査を中心に行われていると思いますが、私が申し上げているのは、アメリカが全ての選択肢がテーブルの上にあると言っていることを我が国は一貫して支持しているということでございます。本田平直君。なんかとんでもない岸田外務大臣のね、これまでの日本政府の国際法の解釈を大きく変えるような問題答弁をされたと思いますので、引き続きね、私は追及したいと思いますけれども、まず、この外交交渉において、一般的にすべての選択肢、これをね、100% 一致と、こういう言い方をする外交交渉っていうのは、いかがなものかと私は思うんですよ。つまり、今、おおむねアメリカと、そして他国と協調してやっている私はこの北朝鮮の圧力、私も支持します。しかし、国内の課題においても、いやいや、応援をしていただいている自分の近い方にとっても、あなたと 100% 一致ですなどという言葉は、普通、政治家はなかなか使いません。一般の方同士も 100% ということは 1% もないということですよ。こういう言葉遣いを他国、私は利害が全て一致していると思いません、アメリカとは。距離の問題もあります。アメリカが先制攻撃することはアメリカの国益にかなう。私は支持しませんが、あり得るかもしれません。しかし、それに付随して被害を受ける韓国や日本は、また別の、意見も持つべきだと思います。こういう局面において、すべての選択肢がある。それを一貫して支持し、それを 100% 支持する。こういう安倍内閣の姿勢は、外交交渉に臨む姿勢として、いかがなものかと思いますが、いかがですか。河野外務大臣。日本政府はすべての選択肢がテーブルの上にあるというアメリカの立場を一貫して支持しております。本田平直君。私の意見についてのコメントを求めているんですが、いかがですか。河野外務大臣。我が国政府の立場はすべての選択肢がテーブルの上にあるというアメリカ政府の立場を一貫して支持しております。本田平直君。あと政府の答弁で、米国の行動を予断することは差し控えるってよく言われているんですけれども、きちんとこれ情報を取っていただかないといけないと思うんですね。で、先制攻撃をする場合のさっき事前協議の話、宮川委員からも聞きました。先ほど河野大臣がお答えになった内容は、日米安全保障条約に基づく日本の基地を使用する場合の、事前協議、これは当然、行うということでよろしいですよね。確認です。河野外務大臣。日米安保条約に定められている事前協議は当然に行われます。本田平直君。私の思いはですね、日米安全保障条約に規定をされていないけれども、アメリカがいや先制攻撃的な行動でもいいです。先制攻撃と私は思いますが、先制攻撃的な行動と、河野大臣がおっしゃるのであれば、そういう日本に重大な影響が及びかねないものをやるときは、日本は私は反対すべきだと思いますが、今の安倍政権どうか分かりません。今の河野大臣の答弁を聞いて私大変不安になりました。しかしいずれにしても連絡をしろということを求めることは伝えるべきだと思うんですけど、伝えてないんですか。まだ。河野外務大臣。これまでもこの北朝鮮問題に関して日米は緊密に連携をしてまいりましたし、今後も緊密に連携してまいります。本田平直君。そういう抽象的なお答えではなくて、例えば韓国のムン・ジェイン大統領は、こういうふうに述べてるんですね。米国のトランプ大統領は北朝鮮に対してどんなオプションを使おうが、そのすべてのオプションに対して事前に韓国と十分協議して同意を得ると約束したと、こういう合意が韓国とアメリカの間にあるということは認識をされてますか。河野外務大臣。日本はこれまでアメリカと緊密にこの北朝鮮の問題で連携をしてまいりましたし、今後も緊密に連携をしてまいります。この立場に変わりはございません。本田平直君。質問に答えてください。河野外務大臣。日本の立場を申し上げたまででございます。本田平直君。北朝鮮に関して大変大切な韓国とアメリカの合意が、いやこれ国内向けにね、ムン大統領が言ってるかもしれないじゃないですか。国民を安心させるためにこういう合意があったかどうか大切な点だと思うんで、どうですか。
河野外務大臣。日本は米国と緊密に連携をしてまいりましたし、今後も緊密に連携してまいります。本田平野君。いや、この合意があるかどうかの事実関係を聞いてるんで、お願いします。河野外務大臣。日米関係はアメリカと他の国との関係に左右されることはございません。本田平野君。これがあるから日本もしろという話は僕は常にする話なので、そんなこと言ってません。韓国とアメリカが合意したからそのままやるなどとまだ言ってないので、まずこの合意がムン大統領は言ってますが本当なんですかってことを聞いてるだけです。河野外務大臣。ムン大統領がどう言ってるかどうかについていちいちコメントは差し控えます。本田平野君。これ記者会見で述べて相手のあることを合意したと言ってるんで、私はまあ合意をしてるんだと思います。アメリカはね、韓国やるときは韓国に同意を得ると約束っていうのはなかなか本当なのかなって若干思いますが、韓国は同意しないはずなので、こういうことをアメリカはもし答えているとしたら自分の選択肢を狭めていると思うので、これ事実関係を知りたいので、この事実関係に対してお答えにならないというのはちょっと不誠実だと思うので、また再度当選を質問させていただきたいと思いますけれども、私はね、こういう同意を取るべきだと思いますよ。それに関していかがですか。日本じゃ韓国がこうしているからという言い方はお気に召さないようなので、私は日本としてイエスというかノーというかそれは安倍総理の判断だと思いますよ。私はノーと言うべきだと思いますが、しかしまさか先制攻撃や先制攻撃的なことをこの日本の近所でやるときにはきちんとこれまでの日米安全保障条約の事前協議の条項とは別にですね、友好国としてしっかり事前協議をするべきだということを言うことはあるべきだと私は思いますが、大臣いかがですか。河野外務大臣。我が国の立場は北朝鮮の問題について日米緊密に連携をするということでございます。本田平野君。当たり前のことを繰り返さないでいただきたいんですよ。そんなことは当然ですよ。私たちも何も反対しませんよ。一緒に圧力をかけていくっていう方向も何も反対してませんよ。ただね、物の言い方ですよ。反対してないんですよ。 100% とかね、全ての選択肢とかね、そういう言い方をしなくても、今大臣がおっしゃった通り日米北朝鮮問題に関しては緊密に連携してこれからも圧力を強めていくと、そういうことだったら私何も言いませんよ。全ての選択肢載ってる、でそれに先制攻撃も含まれてる、それを支持するなんてことは私はありえないと思ってるだけなんです。それでこれ緊密に連携するとか求めない理由は何ですか。求めてるんですか、求めないんですか。お聞かせください。河野外務大臣。日米間で緊密に連携をしてまいりました。これからも緊密に連携してまいります。本田平野君。お答えをいただけなくて残念ですけれども、私はきちんと日米安全保障条約の、ね、下で私たち連携をしていくんですから、この日本の遠くでやるときはアメリカはこれまで勝手なことをやってきましたよ。そのときに事前に連絡があったかどうか、これはいろんな例があったかもしれません。しかし今回は日本人の多くの命がかかっている、本当にそういう局面だと思ってます。ティラーソン国務長官の更迭なんていうね、情報も入ってきてますよ。本当にもちろん何割のかの確率、これは専門家によっても見方あるけれども、非常にそういった可能性がゼロじゃない中で、韓国が言ってる程度のことをね、しっかり韓国が合意したって言ってますけど、もう求めるぐらい向こうがイエスというかノーかというのは知りませんよ。しかしちゃんと求めていただきたいと私は思います。お願いをしたいと思います。次に小野寺防衛大臣にお聞きをしたいと思います。北朝鮮がこういう状況の中で、私は自衛官の方の士気というのが大変、大切な状況だと思っています。自衛官の方本当に日々日夜、ある意味命をきちんとかけた上で、日本の防衛のために努力をされていることに心から敬意を表したいと思います。でそういう中でこのままうやむやにしたくない問題が一つあります。小野寺防衛大臣就任直後に出ました南スーダンの日本問題、これの特別防衛監察、これの結果私は全く納得がいっていません。
で、私のような野党の政治家が納得いかないことは小野寺さんにとってはどうでもいいと思いますが、自衛官の方ですよ。真面目に仕事をしてきて大臣に報告をあげたのにそれをひっくり返されて、大臣は、みんな内閣交代の何日か前に辞任をして責任を取ったことにされ、そして陸自の担当者だけが、実質的な意味な更迭をされ、まあ、内局の方は、まあ、そういう時期だったのかなっていう、こんなね処分をされた。私はあの報告書を読む限り、まあ、政権を守る範囲でギリギリね稲田さんは知ってたというふうに読めますよ。否定できないって書いてるんですから。でね、こんな防衛監察、私たちあの時の直後に閉会中審査していただきました。野党は全く誰一人中身の詳細もね納得してませんけれども、自衛隊の皆さんのね指揮の観点から、私はね今この北朝鮮問題緊張している中でね、このことに時間をこれ以上割く気、細かいことを聞く気はないんですが、自衛官の方の指揮を維持していくためにもね、小野寺防衛大臣にはね、あの時の出来事について、防衛監察についてね、どういう思いでいらっしゃるのか、で陸自の皆さんのね、納得性をどう担保していくのか、このことをお答えいただきたいと思います。小野寺防衛大臣。この BKO の日報問題は、大変重大な問題だと私ども受け止め、その再発防止には努めております。今委員の方からご指摘がありました、ことでありますが、特別防衛監察結果、これを私は報告を受けて、そしてその中で委員がご指摘にされるようなさまざまな内容も書かれております。それを踏まえた上で、私は、実は報告を受けた後、その関係者に私自身直接、電話なり面談をして、そして確認をさせていただき、すべてから、防衛監察の結果に、記載の通りだというふうにお答えをいただきました。その監察結果を私どもとしては受け止め、今後原則かつ公正に、今後とも私どもとしてこの日本問題については対処していきたいと思っております。はい、本田平直君。はい、それでは私の質問を終わります。ありがとうございました。